春のクラシックが一つのピークを迎えます。クラシックロードの天王山ダービーのスタートです。スタートを切りました。この晴れの舞台に進んだのは17頭、その中から頂点を極めるのはどの馬か。果たして先頭に行くのは、シュガー君が先手を取ります。一番人気のヤスティンミロノ、さあ気合はどうなんだ。まもなく第一コーナー、ダノニアグロック12番シックスペンス、ジューンテイクがその後ろ、14番黒い馬体ウォンバデカーブースでやります。第一コーナー左にカーブを取って、第二コーナーサンライズジパング、内を通ってレガレイラ、それからもう1頭5番ダノンデサイル、そして外からは7番ミスター GT、 それからコスモキランダ。17頭第2コーナー左にカーブを取ります。内から1頭サンライズアース、外を通りまして16番湘南ラプンタ、そしてそのうちに13番シンゲンプラー、その後ろでやりましょうか、アーバンシックエコロバルツ、そのうちからは4番ビザンチンドリーム。もう一度整理しておきましょう。これが先頭、11番シュガー君、差が開いてヤスティンミロノ。まもなく第3コーナー内を通りましてシックスフェンス、そしてその後ろから9番ダノニアグロック、そのうちジューンテイク、そしてその外にウォンバデカーブース、サンライズジパングがそのうちにいます。レガレイラがその後ろ、その外に5番ダノンデサイル。さあ最終コーナーを回ってぐーんと広がった。キャスティンミラノは2番手、このまま抜け出すか。依然先頭シュガー君、ちょっと差がある。懸命に手を動かして戸崎とキャスティンミラノ、1番内シュガー君が頑張っている。外からはキャスティンミラノ、シュガー君先頭、そしてその後ろから各馬襲いかかってくる。キャスティンミラノが差を詰めてきた。かわしたかわした、キャスティンミラノ1馬身リード、外をついてアーバンシップが来ている。アーバンシップが2番手先頭、戸崎とキャスティンミラノ、キャスティンミラノかアーバンシップか、さあこの1着は際どいぞ。勢いがありますね。1着15番、2着8番、3着2番以上のように確定しました。上空は雲一つない皐月晴れ。いよいよ競馬の祭典ダービーのスタートです。スタートを切りました。狙いすましたダービーの舞台で勝利をつかみたい。17頭でやります。果たして先頭に行くのは、シュガー君が先頭に立ちました。そして2番手に5番ダノンデサイル、ピンクの帽子にご注目ください。これが一番人気のヤスティンミロノ、その後ろでやりましょうか、シンゲンプラー。17頭第1コーナー左にカーブを取ります。内を通って9番ダノニアグロック、12番シックスフェンス、レガレイラがその後ろ、そして外からは3番ジューンテイク、それからもう1頭10番サンライズジパング、そのうちミスター GT、それから湘南ラプンタ。17頭第2コーナー左にカーブを取ります。14番黒い馬体ウォンバデカーブース、そしてその後ろからコスモキランダ、それから8番アーバンシック、内を通りまして1番サンライズアース、17番エコロバルツ、しんがりから4番ビザンチンドリームでやります。前でやりますが、前依然先頭11番シュガー君、それから離されまして5番ダノンデサイル、これが一番人気のヤスティンミロノ。戸崎騎手、この手応えはどうか。そのうちに13番シンゲンプラー、それからダノニアグロック、その外シックスフェンス、そしてそのうちにレガレイラ、ジューンテイク、その外に10番サンライズジパング。さあいよいよ第4コーナーから直線に入ってまいります。さあ先頭はシュガー君が頑張っている。シュガー君が抜け出した。さらに外キャスティンミラノか、3番手にキャスティンミラノ、先頭竹豊とシュガー君、1番内シュガー君が頑張っている。シュガー君先頭、そしてその後ろから各馬襲いかかってくる。かわしたかわした、レガレイラ1馬身リード、コスモキュランダ懸命に追う。外を通ってコスモキュランダ、レガレイラ1着ダービー、勝ったのは2番レガレイラだ。15番、3着、6番以上のように確定しました。さあ競馬の祭典ダービーのスタートです。ホースマンにとってはこのダービー制覇こそが夢であり悲願であります。
スタートを切りました。この晴れの舞台に進んだのは17頭。その中から頂点を極めるのはどの馬か。典型的な逃げ馬はいません。果たして何が行くか。ダノンデサイルが先手を取りました。外を通りましてシックスフェンス第1コーナーに向かいます。17頭コスモキランダがその後ろ、ピンクの帽子にご注目ください。これが一番人気のヤスティンミロノであります。9番ダノニアグロック、その外シュガークン、そしてその後ろから2番レガレイラ、外を通って7番ミスター GT、 それからシンゲンペラー、ユーンテイク、その外に17番エコロバルツ。17頭第2コーナー左にカーブを取ります。内から1頭ボンバデカーブース、それから10番サンライズジパング、その後ろでやりましょうか。8番アーバンシック、それからもう1頭サンライズアース、そして外からは湘南ラプンタ。1頭ポツンと離されているのが4番ビザンチンドリームという展開です。先頭の方はどうなっているか。先頭は5番ダノンデサイル、リードはわずか。そして2番手に12番シックスフェンス、内を通りましてコスモキランダ、いたいたヤスティンミラノ、戸崎啓太絶好位をマーク、そのうちダノニアズロック、そしてその外にシュガー君、一番内からレガレイラであります。府中のスタンドが揺れています。赤い帽子ダノンデサイルが先頭、並ぶかシックスフェンス先頭、横山とダノンデサイル並ぶかシックスフェンス、コスモキュランダが3番手頑張るダノンデサイル、さらに外ジャスティンミラノか、ここで先頭に立ったシックスフェンス、ここからどう伸びるか。シンゲンペラーも追い込んできた。これは激しいレースになりました。レガレイラ懸命に追う、レガレイラが差を詰めてきた。ずらーっと横に開いての激戦だ。ジャスティンミラノかアーバンシックか、首の上げ下げ、さあこの1着は際どいぞ。勢いがありますね。1着8番、2着15番、3着6番以上のように確定しました。さあ競馬の祭典ダービーのスタートです。ホースマンにとってはこのダービー制覇こそが夢であり悲願であります。スタートを切りました。ものすごい声援を受けて最初のスタンド前、典型的な逃げ馬はいません。思い切って行くのは何か。ダノニアグロックが行く構え、その外スーッとシックスフェンスが上がっていきました。そして内からはシュガー君、コスモキランダがかわしていきました。5番ダノンデサイル、その外からはヤスティンミラノ、それからもう1頭3番ユーンテイク。第1コーナー左にカーブを取って、第2コーナーボンバデカーブース、その内からは13番シンゲンペラー、7番ミスター GT、 アーバンシック、サンライズジパングが並んでいっています。内から1頭2番レガレイラ、さあ向こう流しに入りました。1番サンライズアース、そしてその後ろから湘南ラプンタ、それから4番ビザンチンドリーム、外から1頭エコロバルツ。さあ先頭の方はどうなっているか。先頭行くのは11番シュガー君、半馬身リード、6番コスモキランダ、外を通りましてシックスフェンス、そして4番手に5番ダノンデサイルであります。ヤスティンミラノはこの辺りギューンテイクがその後ろ、そして外からはダノニアズロック、14番黒い馬体ボンバデカーブース、そしてそのうちにミスター GT、 その外に13番シンゲンペラー、アーバンシック。さあ果たして今年の栄光を手中に収めるのはどの馬か。ジャスティンミラノは5番手、先頭に躍り出すことができるのかどうか。先頭竹豊とシュガー君、3番手にシックスペンス、内を通ってコスモキュランダが来ている。コスモキュランダかわすか頑張るシュガー君、ここで先頭に立った。コスモキュランダ懸命に手を動かして、戸崎とジャスティンミラノ外をついてシックスペンスが来ている。これは激しいレースになりました。ジャスティンミラノ先頭に並ぶ勢い、内か外か。最後はもう渾身の鞭さばき、並んだところがゴール。1着4番、2着15番、3着6番以上のように確定しました。